オリンピックのイラン選手団は、王朝時代及びイランイスラーム共和国のオリンピック選手団。イラン選手団は1900年パリオリンピックに一人が参加したことに始まる。これ以降一時参加が途絶えたが、1948年ドンドンオリンピックから再び参加が始まり、1956年コルチナ・ダンペッツオリンピックでは、冬季オリンピックへも初参加を果たした。 これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは2012年ドンドンオリンピックの13個、また最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック、競技はレスリングの43個である。ただし、東京オリンピックでのメダル獲得はまだない。IOC 加盟以来、長らくイランの名で参加していたが、1979年のイラン革命後、選手団の名称は公式国名の イランイスラム共和国となり、IOC コードも1992年、バルセロナオリンピックから異義に改められた。1948年から2016年までの、イラン選手団のメダル獲得数と国別順位の、グラフイランに初めてメダルをもたらしたジャフヤル・サルマスイー、マフムードナム10、1956メルボルン。ありがとうございます。